レキシントン。レキシントンは、アメリカ海軍の航空母艦。エセックス級航空母艦としては2番目に収益した。35回海戦で、日本海軍に撃沈された、米空母、レキシントンの名を引き継ぎでいるが、別の艦である。アメリカ海軍において、レキシントンの名を受け継いだ艦としては5隻目にあたる。ブルーゴーストの愛称で知られた。レキシントンは、当初、 カボットの官名で1941年7月15日にマサチューセッツ州クインシーのベズレヘムスチール株式会社で寄港した1942年5月の産後開会戦で先代の歴史シントンが撃沈されたことを受け本館が名称を引き継ぐこととなり6月16日に改名された1942年9月23日に 海軍省時間セオドアダグラス・ロビンソンの夫人によって浸水し、1943年2月17日に、初代艦長、フェリックス・スタンプ大佐の指揮下収益した。カリブ海での成長訓練とボストンでの調整後、レキシントンはパナマ運河を通過し太平洋に向かう。新樹湾には1943年8月9日、到着する。9月後半には、 タラワ干渉と植木島を攻撃、新自湾に帰還すると、ギルバート諸島攻略の準備をする。11月19日から24日まで、マーシャル諸島で探索及び出撃を行い、ギルバート諸島上陸の支援を行った。レキシントンの関西機は11月23日と24日で29機の敵機を撃墜したギルバート諸島沖航空戦。レキシントンは12月4日に、 クエゼリン艦渉攻撃に参加する。早朝の攻撃で貨物船を破壊し、2隻の巡洋艦に損傷を与え30機の敵機を撃墜した。艦の砲手は日中2機の敵来撃機を撃破し、夜間の攻撃に対し19時20分砲撃を再開している。23時22分にパラシュート照明弾が投下され、歴ントンは10分後に右炎に光りし操打装置に、 損傷を受ける。完備部分が5フィートの浸水し、煙を吹き上げながらレキシントンは港に向かって展開したマーシャル諸島沖航空船。レキシントンは修理のため、真珠湾に12月9日到着する。その後本格修理のためブレマートンに12月22日到着し、修理は1944年2月20日に完了した。レキシントンは、 カリフォルニア州アラメダを出港し、シンジュワン経由でマジュロに向かう。マジュロでは、ミッチャー提督率いる第58機動部隊の機関となり、3月8日に中上機を経由をした。ミリン渉への攻撃後、機動部隊は陸軍のホーランディア上陸、4月13日の支援、トラック島への攻撃、4月28日を行う。激しい抵抗を受けながらも、 レキシントンの関西機は17機の敵機を撃墜した。しかしながら日本軍はレキシントンを撃沈したと発表した。6月11日のサイパン攻撃では事実上的の抵抗をすべて除去し、続く5日間にわたって攻撃を継続した。6月16日にレキシントンはグアブからの日本軍内撃機の猛攻を退けたが、 日本側はサンドレキシントン撃沈を発表した。レキシントンは1952年10月1日に攻撃空母、クバ -16 に類別変更され、1955年には近代化改修として蒸気型バルト搭載や着艦設備を更新する SCB-27C 階層、飛行艦板のエレベーター移設とアングルド撃機化を 行う SCB-125 改装を同時に施された。改装後は1962年まで太平洋艦隊に配属され、横須賀や神戸にも数回寄港している。1962年7月に長らく所属していた太平洋艦隊から大西洋艦隊へ配置外され、同年10月には攻撃空母から対戦空母 CVS-16 に 類別変更、アンティータムに代わる練習空母として運用されること、なった。歴新ントンは、母校のペンサコーラや、コーパスクリスティ、ニューオーリンズを拠点として活動した。飛行訓練生、現役及び、予備役の飛行士の訓練を行い、その連動を維持した。1967年10月17日には20万回目の着艦を記録し、 1969年1月1日には、正式に練習空母 CVT-16 へと類別変更して、すべての砲兵装や一部の電子設備が撤去された。歴ントンは1978年に練習空母から航空機への支援設備を持たず発着訓練のみを行う着艦練習艦、a b t 1 6に類別変更され、 1980年度予算で大規模整備を受け1989年度まで練習艦として運されることとなったが計画の見直しや湾岸戦争勃発のため後継の練習空母に予定されたホレスタルの改装が遅れたことから1991年まで現役に泊まり同年11月8日に退役した1992年6月15日に艦は 博物館として寄贈され、現在テキサス州コーパスクリスティで公開されている。館内にはアイマックスシアターが設置されている。2003年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。歴新ントンは第二次世界大戦の先行で主君部大賞及び11の従軍聖賞を受賞した。歴新ントンは数本の映画に出演した役者としても知られている。 以下に特に有名な例を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。